先鋒富永対大将山田、決勝戦にした珍しくワンサイドゲームになっているが、さあどうなる。ストレート下風呂からガニパン、ブロッキング、コアコアコーク、台形ガニパンダッキング、ストレート、あーっとこれはミスしてしまったが、内返してカラージャンプからのショートスイング、さあラウンド2、コーク投げ、もう一回ドーッと台形飛び込みダートコーク、おー圧倒的、さあ先鋒富永を倒して